かだか銃を撃たれたぐらいさ。雑すぎる。なんで負けるかな。よくやった。お前が作り出した数秒は全て無駄になった。あ、確かに完全に考えれば、ね、違くなるよ。ワトさん、こんにちは。こんにちは。あ、すいません、大変遅くなりました。じゃん。あ、こんにちは。おはよ。鍵を忘れてしまって家に入れませんでした。おはよ。どうやって入ったの？お母さんが鍵を持ってきてくれました。本当に、お母さんかな。ママだよ。お父さんの可能性はないのかな。なんかここ難しいよ。ショットガンもちょうだい。イブエ、私、あ、ショットガンもね。はいはいはい。あ、誰誰誰。おい、開けよ、お前、なんでここ開けてんの。どこ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 。さらに抜いてる今、泡を抜いて。また、また泡もあるらしい。俺はどうするんだ、行くのか。これ、どうするんだ、あと8秒でこれ、降りるっていう。時間がない。足音は聞こえ、泣くな、ルフィ。絶対ホラー級で来るから。お前ら聞いてないやろ、俺絶対。これどうやって下に降りるんだ、うん、分からない。これこっちから降りるしかないよな。慌てるな、男だろ。たかだか銃を撃たれたぐらいさ。雑すぎる。かけるツーシャンクすごいな。ルフィいるぞ、せーの。言えない。45言ってる。よくやった。これベッチか。アリケン、こっちだ。俺守る、俺守る。任せろ。アリケン勝てる、アリケン勝てる。アリケン勝てるから、うん、アメトで勝ってる。アリケン勝てる、アリケン。なんで負けるかな。よくやった。若いかい。お前が作り出した数秒は全て無駄になった。意味がなかった。この戦争は終わらない。商品、え、ちょっと待って、え、1試合目の商品、え、めっちゃいいじゃん。え、そうだ、1試合ごとにあんの。1万円相当のハーゲンダッツもらえんの。え、まあまあな量ない、まあまあな量ない。え、ちょっとやる気出てきたわ。1試合目忘れたけど、3試合目豚肉で、4試合目牛肉だった。え、ちょっと3試合目と4試合目ガチ頑張らん。ガチで。それは覚えてる、私全部頑張ろうよ。ちょっと豚肉と牛肉。2試合目鶏肉とかない？鶏豚牛では揃えんの。かなり広く浅いそうやな、この人数やった。おい、何あくびしてんだよ、おい、やる気ねんか。おい、フルーツかかっとんやぞ。フルーツだからって気抜くんじゃねえよ。牛肉のとこにあくびしてみろ、怒るからだ。もう多分口聞かなくなるよ、あれ。ガチギレ。OK、行こう。できるだけ固まって周りのもう敵だってしよう。あ、いいね、みんな緑だね。ファンだ。俺緑だってか。お前だけ手作りすぎるんだよ、なんか緑が。薄い。薄いね、お前。ごめん、ダメさ。やべえ。ごめん、デッキやる。いや、もうそれ、マジ。ちょっと待って、パッと味方倒したの。え、これ、デッキさん撃っちゃったね。お前、主戦力を撃つな、撃つなら俺にしろ、お前。いや、ちょっと色が見えなくて。自分が一番見えないで、めちゃめちゃもらった。よく見たら。パッタ。何も言わんかったデスティがめっちゃ優しいわ。確かに。いや、本当だよ。何も言わんかったらファンティがめっちゃ悪いわ。いや、でもデスティいじってあげるのがやっぱ供養だよ、やっぱ。片や、何も言わんかったら。いや、ごめんのデスティ、本当。確かに、ファンが基礎口数少ないなと思ったら、お前。そんなことしてたか、お前。ちょっと。頑張れ、マチャノリ。マチャノリ、今どこにいるの。生きてる、生きてる、生きてる、今。いいよ、いいよ、いいよ。ズキを。負けれる、負けれる、負けれる、負けれる。バレた。え、いいの、それ。あ、投げ物はいいんだ。完成したいな。めっちゃ見たいね。めっちゃ倒してんだけど、マサドリ。マサドリさん、やばいやばい。ナイスナイス。おるぜ。いやー、これ。あー、死んだか。ワンチャン。マジ？投げたかも。マジ？マジ？すげえな、投げ物だけで殺したってこと？ね。すげえ。何を本刺したっす。意味がわかんないよね。刺した。リーダーだけ生き残ってるハイドのやつにやられるのムカつきそうだけどな、マジで。はーってなりそうだけどな。僕らハイド得意なんで。僕ら、お、横に一人見えるな。横に一人見えるな。なんか俺途中で呼ばれたんですよね、このカスタムに。終わりで、ライダーで。ちなみに、あの、このディスコードのサーバーのデッピさんのところにいるよ、まだあいつの影は。見てみ。なんか LINE で来たんですよね。デッピ頼む、出てくれって。あいついるんだよな、なぜかまだこの。いますね。
今日一緒に家具買いに行ったわ。あ、そう仲良しやな、うん、早く配信つけろよ、あいつもこんなにいじってもらってんだから。確かに誰が切れてんのあれで。でも多分もう誰が切れてん、伸びれば伸びるほど帰ってきづらくなるぞ。そうよな、本当だよな。確かに通入ってこい今、うん、一番ね、うん、いい戻り方だね、うん、それがね、配慮の仕方聞かん俺らで。コーチング、うん、多分あいつ言うて、まずネットフリックスつけてっつって、暇な時間はネットフリ見てーって。